モンスターハンターストーリーズ2破滅の翼、本日発売日でございます。おめでとうございます。はい、ということでですねまあこのシーン2回目かもしれませんけども、気にしないでください。セーブデータあるよな。ちょっと待って、セーブデータあるよな。よかったよしよしよし。ということで発売日を祝して、こちらキリン淡麗極上生、何ミリリットルだこれ、100ミリリットルぐらいなの、一番ちっちゃいやつ、一番ちっちゃいやつ開けてます。よろしくお願いします。それではちょっと開かない開かない、やば開かない、お母さんビールが開かない、ちょっと貸してみなさいあんた。もうOK。それでは皆さん乾杯。うん、こぼしたこぼしたこぼした、うわすいません、ゲップが出てしまいました。申し訳ございません、大変申し訳ございません。うん、かー、うめえ。ビールあんま好きじゃないけどさ、こんぐらいの小さいサイズならうめえな。うん、ちょっと今日はゲップがいっぱい出るかもしれないよろしくな。お、ライダーたちだ。北カムナの調査から帰ってきたのかしら。ヘロヘロじゃん。なんだか妙な雰囲気ね。何かあったのかもしれない。ちょっと一体どうしたの。ケイナ北カムナの森でモンスターが暴れていたんだ。アンジャナフだな。兄ちゃんたちどうしたんだよ、すっごく苦しそうだな。ああ、モンスターに毒液をかけられちまってな。毒液、ゲロスか。え、ゲロスいんの今回。毒液、俺たちは南の方でアンジャナフに遭遇したんだ。あ、アンジャナフだって。急いでガラ様に知らせなければ。ええ、でもその前に村の安全が大事。私はこの子とその森へ向かうわ。あのモンスターは危険だぞ。分かってる、でもこれも何か異変と関係があるのかもしれない。レドもマモリレウスもいないんだから、私たちが村を守らなくちゃ。さあ調査に行く前に毒対策をしておかないと。毒は解毒草で治せるわ。雑貨屋で準備しておくように。なるほどね。準備ができたら早速村を出発しようぜ。やべ、すげえ喋るとビールくせえちょっとやべ、ビールくせえ、やだこんな おじさんやだよやべ、お父さんの匂いがする。やだ、俺こんなおじさんになるつもりしなかったんだけどな。まあ解毒草、いやマジくせえちょっと待ってマジでくせえ。なんだろうこの雰囲気。いらっしゃい。ちょっと今日は喋んないかもしんない俺、ほんと臭い。ビールってさ、なんか人が飲ん、あでもまあ、うん、いい匂いって感じる時もあるけど、今俺自分の口が臭いから、そうすまん、俺の口が臭いみたいだみんな。やばい、どうしよう。てかさ、ガンランスってやっぱまだ使うべき武器じゃないっぽいな。圧倒的にそれなんつうのね、どう考えたってさ、能力低いじゃん。こっちとかの方がいいのかな、麻痺瓶。絶対これいいよね、麻痺瓶。うわ、どうしよう、麻痺瓶絶対いいよね。でもさ、せっかく作ったんだし、強化しようよ。なんか、大器晩成型の武器なのかもしれないね。これ、お任せもできるんだよな。お金も結構あるし、強化しちゃおう。レベル3でマックスか。じゃあマックスまで行っちゃおうか。これで強化先が出るのかな。あ、出ないんだ。ってことは作ってそれっきりって感じかな。そういう感じがしますね。でまあ毒耐性がついてる武器ないから、武器っていうか防具ないから、よしこれでいこうか。ありがとう。これタッツンの声しない？気のせい。よし、とりあえず行きます。あ、待って待って、その前に、やることがいっぱいあるぜ。楽しいね、やることいっぱいあって。ここ、ここ、ここ、おとも、おとも。これ、孵化させといて、
これもうドス番号っしょ。ドス番号赤ちゃんってどんな感じなんだろう。まだトゲがないわけね。たてがみとかその角がかわいいね。名前どうしよっかな。もののけ。決まった。もののけだお前は。オッケー。でね、俺がなぜこうやって作ってるかっていうと、ここにまあ5体入れれるわけですよ。でそれぞれ特徴があって、あ、突進か。まあ、ツタを登ったり海が泳げたりするじゃん。だからとりあえず一通りスナー入れとこうかなと思っとるわけでございます。おー、匂うぞ。こっちこっち。お、プケプケですか。ブケブケちゃんだったわ。でね、俺一回死んだ。雑魚モンスターで一回死んできたわ。こいつはプケプケ、毒幼鳥って言われてるやつだ。とても狡猾なモンスター。毒に気をつけて。なんか振り仮名振ってるからすげえ優しい世界だな。よし、まずはまずガンランス、せっかく作ったしな。まずはガンランスレベル3、武器チェンジからの、こいつはテクニックっぽいからこうだろう。よし、勝った。ゲイ。うわー、効かないね、ガンランス。じゃあ、まあ、アイアンソードかな。多分、これがアイアンソードさすがに効くっしょ。で、アイアンソードで、チャージタックルのパワー。どうよ。オッケー、弱点だ。じゃあ、これで攻めていくぜ。あ、やべ。速度。速度毎回、あれ、忘れちゃうわ。で、チャージスラッシュ。これでさらに、パクパクタイムだって。さらにチャージのゲージを上げていくと。まあこれで言われるため3になるってことだな。で、ここからスキル発動するとため3の新ため切りができるわけよ。何食べるんだろう。お、蓄えたね。ヒゲにピリリと来やがる。なんか来る。毒を仕組んでる。あ、行動パターン変化するって。ってことはパワー系になるかスピード系になるか。いや、ここは無難にテクニックかな。無難にテクニック。いや、待て、一旦待て、一旦待て。無難にテクニックで一旦待つぞ。ベノムブラスター。やばそう。うわ、全体攻撃か。いや、これはきつい。これはきつい。やべえ、クック先生死ぬ。尻尾が厄介。 V を狙える。あ、そうかそうかそうか、一応変えれるんだ。待てよ、そうしたら回復薬使ってくれてるね。とりあえず俺に解毒草しよう。俺に解毒草。うわ、やばいな、これ死ぬか俺。あいつ俺のこと狙ってたもんね、今。ナイス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 。うわ、全体か。うわ、きっつ。やべ、きつい。で、回復してくれ、俺に。うわ、やべえ、回復してくんねえ。いや、どうしよう。いやー、ここは回復薬使うか。だから全体回復ないの。アロエソ。うわ、おこれだ。回復の粉。これじゃん。てか俺 HP 少ねえな。さあ、キロストライク。で、あれ V 破壊できそうだね。そうか、ランポスだけ尻尾狙ってくれてんだ。じゃあ尻尾破壊されて、そっからため切り打ちたいな。いや、そんなことせんくてもいいぐらいか。で、狙うのは、こうか。こうすりゃいいんだな。しゃあ、来た。オッケー、いいね。これで、あ、ダウンはしないけどって感じか。おお、きしいね。で、ライドできるね。まあ、ライドするか。ため溜まっとるけど。
で、お前発動するんだろ、どうせ。発動するんだろ、ドスラッシュ書いてあるね。どうしようかな。いや、発動するか。これさ、二人ともなんのかな、種類違うけど。おお来た。そういうことか、やっと理解できてきたぞ。味方の行動パターンはすでに表示されてるから、そこに合わせろと。お見舞いしちゃうからね。またそれかよ。おい、ヤングック先生の技見たいんだけど。で、ボーンだな。もう、あるまじきなんだよな、これ。お、マジマジマジ。くたばれー。いや、ゲージも溜まってるし。あれ、ダウンはしなかった今。ちょっと待って。あれ、まさかのダウンキャンセル。おー、待て待て待て、まさかのダウンキャンセル。もぐもぐタイム。またか。まあ、これ、撃っとくか。100ぐらいいくんじゃない？オーケー。だいぶ効くね。で、これダウンか。もうちょいもうちょい。ナイス。もっと見せてよ。あ、ダウンしなかったね。木の実行きましたね。じゃあまたチャージ。タックル。ポッピングベノムだって。やばい、パワー系だ。さあ、どうし打ち。これさ、相手の攻撃ってもう出てんのかな、先に。俺が技選ぶときに。俺そこ見てなかったな。ちょっとため切り打とうか。さっきパワーしてきたから。あー、この段階だと残属性は効かなくなってる。なるほど。で、表示はされてないね。じゃあ一旦武器持ち替えて、多分ハンマーだろうな、これ。ハンマーでスピード。こいつの場合はこれ、ためってどうやってためんだ、ハンマー。絶対回避。はい、間違えた、間違えた、間違えた。とりあえずスピード。OK。やっぱ押してからじゃないと分かんないっぽいね。ナイス。よし、ハンマー弱点。お前、早くね、乗るの。で、溜まってないか。やべ、ハンマーの中毒、あ、溜まってるじゃん。ちゃんと攻撃すれば溜まってるね。いいんじゃん。これ、クック先生単品の技も見てみたいね。あは単品と一緒にやる技は違うからさ。おら、もうすぐ死ぬんじゃない。でもハンマー弱いな、強化してないから。やばい、俺死んだらまずいぞ。ここはアイアンソードしよう。さあ、行ったぜ。あ、まずい。待て、ここスピードにしよう。多分これ出るんじゃないかな。あー、終わったか。よし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 。いや、ブケブケ意外と強かったな。毒がきつい。もうめっちゃくれるやん。めっちゃくれるじゃん、マジで。なんか頭使ってるわ。しかも、酒飲んだから息くせえし。息くせえわ。もしかしたら俺がベノムポイズ、ベノムブレス入ってるかもしれん、俺が。俺がさ、あれだ、プケプケだったかもしんねえや。で、卵。ブケブケの卵どんな感じ。あ、これか。もう卵なくなるの早くね。じゃあ最初のさ、あれレアだったんじゃないの。てかさ、絶対さ、あれだよな、なんか卵を掘るとなんかまた違ったことがあるってさ、人間の欲をこう書いたわけじゃん、誘うわけじゃん。で、2回目に出たけど、みんなうわー、あそこ取っときゃよかったっていう、もうこれモンスターハンターストーリーズあるあるにするんでしょ。絶対そういうつもりだよ、カプコンは。俺はそう思うよ。でね、ドスワンゴとかね、そこら中にいんのよ。あ、そんなレアなモンスターじゃないんだろうね。で、ちなみに戻るときは、あ、違う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 。マップで、普通にね、こうできるの。めっちゃ楽だよね。便利だわ。ガラ様、大変だ。見たことのないモンスターに会ったぞ。プケプケとアンジャナフだ。アンジャナフだと。
確かか。そんななんかやべえモンスター認定されてんだねあいつ。はい。どうしてアンジャナフが出現したのかは分かりません。でもマモリレウスのことといい、異常なことが起きているのは確かです。マモリレウスが去って抑えを聞かせる者がいなくなったからかもしれんな。そうかもしれません。すべての始まりであるマモリレウスの森へ行って調査をしてきます。うん。これより聖なる山へ入ることを許可する。支度は万全にな。これ体験版はさ、聖なる山に入ったところで終わるのかな。いや、そうじゃない。てかやっと会いに行けるんだ、楽しみだな。よし、じゃあ早速防具変えましょうか。まあ見た目大事だからね。いらっしゃい。プキプキにしようかな。生産防具、ある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 。うん、プケプケでもいいよね。毒耐性ついてるし普通に強くない。よし、これだ。君に決めた。いいじゃん。で武器も生産しよう。まあガンランス今んとこ使い道があんまないからちょっと変えるか、この弓に。で弓麻痺、あでもガンランスレベルせっかく強化したじゃん。ってことはハンマーを変えて、スキルなんか爆飛チェイサーって書いてある。おお、スキルもそうか、いっぱいあるんだね。そうか、そう考えたらあれだな、やっぱ変えた方が楽しいな。そうだね、ここクック先生にして、あこれス風味チェイサーって書いてある。あ、なるほどね。睡眠かスキル封じの相手にはさらに有効と。追撃系だ。じゃあまあとりあえずこれ作ります。でせっかくブケブケ倒したから、このブルームブレイドつけよっかな。これ得意なんだよね。でも片手剣も楽しそうだよね。どうしよう。でも片手剣あいつ持ってるしな。よし、これだ。金がねえ。ちょっと金がねえ、金がねえ、金がねえ。よし、あぶねえ、あぶねえ、ギリギリつけれたわ。んでまだやりたいことあって、強化したいんだよね。これさ、作っただけじゃ弱い、まあ、弱いってことないけど、もう一個上に上げた方が。だってさ、これさ、23でしょ。あ、でもこれすごい、今日、レベル2にしたら30になる攻撃力。めっちゃ得意じゃん。うわー、これ金がねえのはちょっと、やっちまったな。一回強化したらすげえ強えな。そうか、そういう感じになるのか。よっしゃ、プケプケ、あ、かわいい。プケプケのあれしよっか、負荷。で、プケプケの負荷したら、どれ抜こうかな。クルルヤク抜く？もうお役ごめんなんじゃない、あいつ。行こうよ俺。プケプケのちっちゃいバージョン見れます。あんま変わんないね。プケプケって可愛いよね、俺好き。うん、最大 HP、 どうしよう名前。プケプケはプケプケでいいか。俺なんかプケプケって名前すげえ気に入ってっかね。さあ来ましたね、プケプケに乗って登場でござる。まあ守りレウス倒したら体験版終わりなんだろうな。でもう体験版じゃないからそのまま進行できちゃうからね。やべ、さあジャンプできないんだプケプケ。こういう段差を乗り越えられないっていうね。なんか敵が誰もいないね。ちょっと待って、宝があるよあそこ。これは取りたいけど、どうやって取るんだろう。お、クルルヤクさんいるじゃないですか。
多分ここからジャンプ台があるはずよ。あれ、あ、向こうか。宝取りたいよね。はい。いやー、ドスランポスすげえ使い勝手いいわ。今んとこね、こいつしか役立ってないからね。で、ここで、取れるわけよ。ね？こんがりに行くかい。まあまあまあ、そんなもんだろう。で、多分だけど、青い宝箱が、なんか武器とかそういうレア系だと思うんだよね。で、ここは多分ツタか。で、ツタはね、まだ登れるモンスターがいないから、まあ、今後なんだろうね、これは。なんだこれ。アイルーの部屋ですって書いてある。ん？アイルーの部屋、お、ここか。おお、お決まりのこういうのあんだ。まあ、途中の宿屋みたいなもんか。ああ、こいつもいるから、セーブもできると。あ、なるほどね。んで？いや、開けていいんかい。え？大将、小五石手に入ったよ。これさ、装備品でしょ。すげえ、来てよかった。これつけよう。でね、ブルームレードとクックピックレベル2にしてきました。頑張ってね、あれ、お金集めてレベル2にした。で、何この子、サポーターいる、かわいい。すげえかわいいな。あ、で、回復ね。さっきね、回復したばっかなんですよ。まあ、それは言わないでおこう。かわいいね。他にないのかな、なんか。ほら、よこせ、よこせい。あの絵、なんか。見たことあんな、ああいうの。なんかで見たことあるぞ、ああいうの。あ、猫の顔な。なんだろう。うちの妹の子供が描いた絵かな。それ系のそれ系よ。よしよしよし。じゃあ多分もうレウスが近いんでしょうね。お、来たよース。どこ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 。なんかすーげえ長かったこのダンジョン。ゲー、ちょっと待って、お前なんでいいんだよ。プケプケなんでいいんだこれ。お、ここか。なんかすごそうなとこ来たよ。一本道だね。あ、怪しい。ここが聖なる地。あなたのおじいさんは亡くなったけど、レウスは帰ってきた。守りレウスはレド以外のライダーを背中に乗せることを許さなかった。きっとレドの帰りを待っているんだろうってガラ様が言ってたわ。でもレドじいちゃんはもういないんだろう。なのにどうして。モンスターはね、一度絆を結んだライダーのことを忘れたりはしないものなの。守りレウスが飛び去った時の光、きっと何かがあったのよ。そうでなきゃ守りレウスが島を出ていくなんてありえないもの。さあ、この辺りを調べてみましょう。ああ、俺の嗅覚が何かがありそうだって言ってるぜ。レドじゃないわ。そうよね、レドなわけないのに。でも似ていると思ってつい。レドは私たちのリーダーだった人。この子はレドの孫よ。え？レドはだいぶ前に亡くなったわ。知ってる。私レウスに会いに来たの。レドから預かったものもあったから。預かったものって？なんだ？
スに現れるなんて。なんだか様子がおかしい。どうなってるの？まずいぞ、ライダーさん。これをデドから預かった絆石よ。これがあればあのモンスターを止めることができるかもしれない。レドの絆石？なんであなたが？レドが言ってる。あなたに受け取ってほしいって。さあ、ね、覚悟はいい？さあ行くぞ、ライドオンだ。これあれだろ、最終的にレウスが来るってオチじゃないの。ちょっと待って、どうしようかな。てか何あいつ、なんであんな暴走しとんだこれ。先生の前にプケプケ出しとこか。なんかすげえ弱そうに見えるけど、実は結構やるんだぜ。おそらくこいつはパワー系だからスピードで行こう。さあどうだ。うわあ、ザンは効かねえか。あいつスピードだったな今。ってことはテクニックか。さあが、しかし武器どうする。くっ、一旦アイアンガーナースで、一旦アイアンガーナースでテクニックで打とう。オッケー、おお、いいダメージ。意外とあっさりいけちゃう？もしかして。でもう一回テクニックいくか。これ弱点だよね、トリプルファング。うわ、やばいよこれじゃん。うわ、結構食らうな。いけいけー。なんだ、あー怒りね。さあじゃあスピードに変えて打ってみるか。どうしようかな。いや行こう。うわー、どうしよう、待って待って待って。ここで勝てれば絆ゲージめっちゃ溜まるんだよ。スピードで、スピードで行こう。今相手もスピードかな、わかんねえ。いけ、よしよしよし、勝った。よっしゃー、これ絆ゲージめっちゃ上がるぞ。ガンランスはこれで勝てれば、ドワーンと絆ゲージめっちゃ上がる。こういう使い方なんだよな。でライドして、でどうしようかな。普通に戦うで一回やろうか。でそろそろケイナもライドオンできそうだから、まあそこに合わせるんじゃなくてあえて振り詰めていきたいな。どっちがいいか分かんないしね。とりあえずね、打ちたいんだよね俺。ゲリラベノム毒になるんじゃない、こうしたら。ナイス。お、なんか、うなんか分かれてない今、二股にピヨって。おお、すごい。うわははは。え、おお、これ演出かわいいね。守ってくれたんだ。お前毒になれよー、そこは。んーで次狙われるの誰だ。俺じゃないか。どうしようかなー。もう一丁じゃ貯めて、あ、そうかそうか、備蓄すんのあいつ今から。お、結構 HP 減ってきたね。ナイス。俺ね、ここでやりたいことがあるんだよね。やばい、これ、守りを固めるのも手
待て、そんな聞いてねえぞ。どうやって守り固めんの。 HP は全回復されてる。アイテムでなんかある。いや、ないよね。そうしたらもうこれ撃っちゃうしかないんじゃないの。いや、でも流撃を、これ撃ちてえけど撃てねえ。あ、ガードとかできるじゃん。しまった、ゲージが足りねえんだ。マジか。よーし、じゃあもう撃っちゃうしかないでしょ。いっちゃいましょう。いっとるー。でも今さ、たまたまだけどこれ防げるかも。ほら、うわ、強っ。あ、でも俺も結構食らってんな。そうか、真っ向勝負で勝って絆ゲージを上げてライドするのもありだし、流撃を打つのもありってことか。お、勝てんのこいつ。そういう立ち回りね。いや、すげえ分かってきたよ。ってことはこれ撃ってんじゃない、ほら見で、封じ系もある。パワー封じ、ガンランス素早く上に突き上げて敵単体攻撃、スピード攻撃のスキルで相手単体のパワー攻撃を封じる。すごい、そういうことできるんだ。でも撃っちゃうよ、俺は撃っちゃうよ。俺はとどめじゃん。うわー、かっけー。めちゃくちゃかっけー。いや、これもういったんじゃないか。でもまだ胴体破壊できてないもんな。うわ、やばいぞこれ、バーニングブラスター来る。うー、マジ。待って、やばい、待て、誰も回復する気ねえぞこいつら。とりあえずこれコーナーで回復しよう。うわ、ギリギリだったな、危ねえ。あっちゃ、助けられちゃった。でもガンランス意外といい仕事してない、今んとこ。いや、いい仕事してると思うよ。うわ、強え、マジか。今スピード攻撃してきたな。スピード攻撃してきたっつうことは、うわー、俺回復したい。これミスったら終わりだな。うわ、これミスったら俺死ぬけど。よし、あいつスピード攻撃してきた。もしかしたらダウンするかな。お見舞いしちゃうからね。あは、ナイス。おら、お、毒ゼロ、毒ゼロ、毒ゼロ。あー、くそ、毒なんないっぽいなこいつ。で今スピードになって、あ、でもあいつか、違う方行ってるね。じゃあどうしよっかな。ここは一旦ハンマーに変えてみる。火属性だけどなんかやりたいしね。まず殴る。スピードしたらテクニック。トリー、わ、あんま効かねえな。やっぱ突属性だけか、効くの。お、また怒りか。なんか怒ってんのと怒ってないのわかんねえな。鼻か。お、弱ってる。鼻を狙ってみないか。来た。で、鼻はおそらく、何でも効いちゃうんじゃないのこれ。行こう。パワーで撃つ。そうだよね。鼻はわかんないからね。32。強すぎんだよな、お前。おー、オッケー、弱点だ。もしかしたら全部効くかもしんないけどね。うわ、やべえ。これ早々にぶっ壊されると結構やばくね。撃つべし。うわ、バーニングブレス、まずいなこれ。倒せ。その鼻引っぺか。プケプケー。うわー、げ、死んだ。やばいな、プケプケも死んでもダメか。ってこと、俺が死んでもダメなんだよなこれ。まずいな。いや、一旦回復だと思ったが、
これ鼻へし折れるね。おら、もう一発、もう一発、オッケー、ナイス。あ、鼻へし折ってパチかよ。いやー、やりごたえあったな、この戦闘。絆が導く勝利だね。強かったよ、かなり。ほら、めっちゃ上がるじゃん。おお、なんとか S 取れました。いいね、アンジェルフの武器作りてえな。でもクックの武器作ったばっかなんだよな。強いだろうな。